はい、どうもー、ジョークルセットだー。左の足なおちゃん顔見てほしい顔が前田もー、ジョークルセットだー。できたよ、ヤマモです。さあ、今日はですね、はいはい、もうかなり昔に買った、ここにありますイカ塩辛ソーダと納豆ソーダ。うちにはね、死ぬほど納豆が嫌いなやつがね、一人いるんだよ。これが本当に納豆だったらもうきついわけじゃん、本当にそうなのかなっていうのをリアクション見ればわかるわけじゃん。そうだね、匂いね。そういうところも確かめつつ、で、今回のルールとしましては、これはもうちゃんと飲めるものなんで、吐き出したりとかするのは禁止なので、挨拶が終わるまでフェードアウトしないでください。よろしいですか。はい、はい、こっちのイカ塩辛そうだからね。しょっぱいのかね。匂いを嗅いでみてください、皆さん。ちょっと臭い。あ、イカ臭い。イカのなんか、あの、干したイカの匂い。スルメの、スルメどっかで開いてる感じだね、部屋の中で。スルメの匂いがするね。ちょっと臭い。するねって言ったんだよ。間違っても変なこと言ってないからね。静岡で作ってんだね、これ。あー、余計なもんをね。じゃあ、ゼッキーちょっと飲んでみて。あ、ゼッキーはね、何でもね、虫以外ならいけちゃう口だから。あ、どうですか、一言で言うと。あ、ね、うん、ありがとうございました。はい、じゃあ次。ちゃら、うわ、後味悪い。次いいよな。いいですか。お願いします。あ、くせえもんな、でもさっきのあれで鼻通り過ぎちゃってめちゃめちゃ臭いわ。じゃあ、いただきます。どっちどっち辛い。カプサイシンにソーダが染みる。もう臭い。あの、じゃあ、こっから臭いから。だ。あ、ね、あの飲んだ後臭い。ずっと臭い。今もどんどん来る。胃の中から臭い。胃の中から臭さが。ほんまか。じゃあ、よし、行こう。おっさん、まことだ。まこと。マジか。臭い。臭い。あ、ね、口閉めたら超臭い。そんなこと言われ続けたら俺すっげえ嫌じゃん、これ。全然甘くないさ。臭い。本当のソーダに。イカスミエキス混ぜたのか。甘くないのこれ。甘くない。甘さゼロ。一番最後ってやだね。鼻すごいね、これ。すごい。いくよ、じゃあ。いくよ。どうぞ。ああああああ、何もないやつよ。臭いのよ。あー、やば。これ、あの、リアクションとかによって本当に嫌、嫌な感じ。イカ食った後の人の口の匂い。あ、次。はい、来ました。リフレッシュしたい。納豆はいけるでしょ。別に納豆嫌いじゃないからさ、納豆で中和してる。こちらからお願いします。嫌いなんだよ俺も。わざわざ食べてはしないけど、アレルギーだもん、納豆。で、毎日食えるしね、俺は。3人の感想を聞きながら恐怖に怯えながら飲みなさいよ。次、山本から。山本から行きましょう。ちょっと匂い。くっそ。納豆ね。これ、あ、納豆より納豆じゃない。納豆だ。うわ、ダメなの。見て、鳥肌立ってんの俺。あ、ほんとだ。じゃあ行きましょうか。はい、ね、あのね、はい、一歩間違えるとね、納豆が嫌いになるぐらいの納豆のパンチが効いてる。濃縮納豆みたいなの。なんか、そんなことないんだけど、粘ってる気がしてきちゃう。やばいぞ。気持ち的な。でも、ヤマモは納豆は結構好きだよね。好きな人がそこまで一歩間違うと嫌いぐらい。うん。危ない危ない。
でしょ。あのね、2回に分けて失敗したわ、悟空を。あの1回目飲んだ後、で、うん、イカよりパンチある。マジで。あの、うん、何、何一瞬でイカもうないもん。ない、うん、ない俺、そんなに人の鼻毛見たの初めて。すげえ、全部色がある鼻、そんなに色がある喋るよ落ち込むなよすげえ鼻毛がすげえ出しちゃダメだから。出しちゃダメだよ、飲み込むんだよ。納豆じゃない、納豆じゃないよ、納豆じゃない、納豆じゃないよ。一回よく匂ってから飲んでみて。納豆の草か。イカで消そう。イカで消そう。ねえ。イカで。ねえ。イカで消そう。納豆やろうね。くせえよ。これいつもさ、イオタにさ、いろいろ作ってもらってるじゃんね。だから俺も今ここでさ。いいね。おお。これを。ヨウタにお返ししようかな。あ、なんでだよいつものね、キッチンのお返しですわ。これはやばいよちょっと匂っていいイカ塩辛納豆、ま、本当にそれ本当にそう本当にそう匂って匂って、すごいうわーおー匂いをちょっとねうっじゃあいただきますよ。どうぞどうぞ。どうした？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 よだれが出てきた。いつもありがとう。こっちこっち。ありがとう。こっち来た。これはまずいよこれ。瓶からまた出てくるこの、あ、広がってないからね広がってないからこう結構な量足りないから持ってるの飲んで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 皆さん、ヨウタの料理がどのぐらい美味しいのか、これ2本混ぜて飲んでもらったぐらいの美味しさです。はい。チャンネル登録お願いします。お願いします。